はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はアメリカティア4戦艦のネバダです。ネバダ級戦艦はアメリカ海軍の標準型戦艦コンセプトに属する最初の艦級でした。本艦は1916年3月に就役し、1918年半ばまで西大西洋とカリブ海で運用され、その後イギリス諸島に移動して第一次世界大戦に参加しましたということで、第一次世界大戦級の戦艦なんですが、標準型戦艦というのが、今回新しくアメリカ、合衆国戦艦ツリー第2ツリーとして、追加されている、戦艦の特色では一応あるんですね。標準型戦艦というのが、非常に装甲圧が重要区画厚く守られていて、で、その分、低速、装甲圧が厚い分低速で、高火力な戦艦ということで、戦艦としての能力は非常に高いんですが、ワールドウォーシップスにおいては、ちょっと低速気味なのがね、難しいかなというような、戦艦になってます。で、一応今回のツリーで追加されたのが、このニューヨークから分岐してネバダ、テネシー、ノースカロライナ、カンザスというふうになっているんですが、これ、本来で言うと、ネバダ、テネシー、カンザスに関しては、標準型戦艦と言えるものなんですが、このツリーの間にあるノースカロライナに関しては、どちらかというと、アイワと同じく、新型戦艦というね、高速な戦艦の部類に入るので、どちらかというとツリーのコンセプトとしては、ノースカロライナよりもコロラドの方が入っていると、正しいんじゃないかなというところではあるんですが、残念ながらね、レジェンズではコロラドの方が先に実装されてしまっているので、今回ノースカロライナということで、ちょっとね、ツリーの性格が、このノースカロライナとそれ以外の、3隻だと、かなり変わってくるよっていうのは、まず、認識しておいた方がいいのかなという点です。ノースカロライナだけ別物ですね。はい。で、ネバダなんですけど、典型的な、ニューヨークとね、さほどは変わらない性能なんですが、どちらかというとニューヨークよりは、強いんじゃないかなというような、戦艦ではあります。装甲自体は、そんなに、変わらないようにはなっているんですが、主砲がね、連装2機と、3連装2機になっているので、狙いやすいですし、射角もね、良好で、ニューヨークのようにもう本当真横を向けないと撃てないというようなわけではないので、その点が運用しやすい、点かなというところです。あと、副砲もね、かなり、多数装備されているので、接近戦もね、やりやすい。特にこのティア隊の、小型の駆逐艦とかを蹴散らすには十分な性能を持っています。HP は 48,200。で、この時期のアメリカ戦艦はね、水雷ダメージが、軽減がね、非常に低いので、18% とね、魚雷には注意が必要。で、主砲が356ミリということで、このティア隊では強力な部類の主砲を装備しています。ただね、連射力ですね、装填が遅いので、今回は乱闘を積んで、装填時間早くしています。で、副砲も結構多数装備しているので、割とね、4キロですが、接近戦は、割と、使えるかなと。で、主砲の旋回もね、遅いので、接近戦自体はそうですね、あんまり得意ではないところではありますが、瞬間火力がね、もう高いので、連装2機で3連装2機なので、合計で10門ですから、火力はね、非常に高い。で、対空火力もね、割と優秀で、両用砲の127ミリとかもあったりして、割とね、高い対空火力は持っています。このティア隊ね、空母割といるので、そういった面でも、有効かなと思います。で、これがね、速力ですね。アメリカ戦艦もう基本的に速力遅いというのが、新型戦艦になるまでの決まりですから、ノースカロライナまではもうこの低速なのはもうしょうがないかなといったところです。はい。というわけでね、ネバダ、この艇隊で、非常に強力な主砲を持っているので、活躍するのはね、全く難しくない戦艦ですね。ただ速力が遅いので、本当に逃げ遅れたりとか、あとは広いマップでの移動とかがかなり難しいので、かなり先読みした立ち回りが求められるかなといったところです。それではね、早速ネバダで戦っていきましょう。さあ、エメラルド見えてきたんで、これは美味しいやつが見えてきた。ちょっと旋回しているので、旋回しきるまで待ってもいいんじゃないかなと思います。相手の様子を見て、装填時間がね、長めではあるので、
さあ撃ちましたが、はい、オッケー、美味しい。さあで赤スターが来ているので、まあ、リューダーに切り替えて、まあ、様子見ましょう。味方駆逐とこの狭い領域でね接近戦になってますから、まあ、あまりねその低速な戦艦でリロードも遅いので突っ込んでいくっていう戦術はあまり良くないですね。接近戦自体は、まあ、かなり苦手でなってしまうので、まあ、様子見ながらという感じで、まあ、赤スターは煙幕を使ったので、まあ、先に奥にいるネバーダーに、まあ、火災でも狙いながら撃っていこうかな。いや出てきた、赤スター出てきたので、これは榴弾の雨を浴びせましょう。相手はまったんですが、あーでも一発しか当たらなかったから、これは援護ができず申し訳ない。うん、ちょっと火力が集中っていうか散らばってしまいましたね。で、まあ、味方のパドボイスキーは撃沈されてしまったと、まあ、ちょっとね突っ込みすぎかなというところではありますが、まあ、ソ連駆逐らしくて、まあ、そこはいいのかなと。ただ相手の駆逐が生存してしまっているんで、まあ、これ撃てないかな、ちょっと撃てないですね、まあ、ネバダでも撃っときますか。そしたら、まあ、ちょっと榴弾なんでね微妙ではあるんですけど、まあ、ちょっとこっちね、あーでちょっとラグイスク火災が発生してますと。でちょっとねもうこっち駆逐遺跡やられたので、まあ、ここは挽回するためにもちょっと相手の赤スタ狙っていきたいところではありますね。相手撃ってきてますね。うん、でこっち出てきそうなので出口で待ってもいいですね。この狭いところ入っていくのはかなりリスキーなので、そうですね、出てきたところをちょっと狙っていきましょうか。相手もまあ戦艦への近接雷撃を目指して飛んでくるのかな。うん、これ横から出てきそうですね。まあ、そこを思いっきり待ち伏せしてあげてもいいんじゃないかなと思います。まあ、相手からちょっと航空スポットでね位置バレがちょっとひどいので、まあ、一応ここは艦載機上げて様子を見ながら、で赤スタ出てきましたから榴弾装填済みなので、いやー激ミリだ、おーっとおっと、まあ複砲で最後削り切ってと。相手の魚雷はどうですかね。まあただちょっと相手の戦艦群にも突っ込んでいってしまう形にはなるので、まあこれはちょっと殴り合いやっていくしかないかな。まあうまくね島影をちょっと生かしながら、うん、敵の戦艦3隻いますからね、まあ、前艦から攻撃を受けないように、まあうまく調節しながらという形にしたい。でネバダから砲撃が来ていますが散らばりがで、まあ、手法を狙って撃ちましょう。はい、大ダメージですね。8000ダメージ入った。で、あ、横のテキサスもいるのが結構これ厳しいな。うん、まあ、ネバダはですね、まあ、この 356mm 砲に対して艦首の防御力が実は 19mm なので強制貫通されてしまう装甲なんですね。まあ、ですからガン盾、まあ、艦を盾にしても、まあ、356mm は防げないというのが、まあ、ちょっと問題点としてはあるので、まあ、斜めがむしろ理想かなというような感じ。まあ、金剛からのこういう砲撃に対しても艦斜めにした方が、まあ、有効な防御力が得られるかなと。ちょっと散らばった。さあネバダはちょうど島裏に入っているので射撃はできないで、横からのちょっとテキサスも気になるところで、正面カイザーもいる。カイザーはティアさん、うん、まあ、ちょっとカイザーの手法に関してはあんまり強くないので、まあ、そんなに警戒すべき感じじゃないですが、ネバダは一回放っておいて、こうカイザーでも撃つか。あーで横からネバダ、相手のネバダがどういう感じで出るのかわからない。ギリギリでも島ら入っていくと思うので、ここはネバダにはお尻を向けた状態で海峡抜けていって、このテキサスと勝負ですね。まあ、うまくちょっと射線は切れているので、まあ、いい感じはありますが、そうですね、ちょっと相手のネバダは島裏に行ったので、まあ、テキサスはこれニューヨーク級なので装甲面はあまり硬くはないですから、はい、1万4000ダメージ、ターゲットペネトレートしたんです。これちょっとぶつかるのはもったいないから、できれば衝突は回避したいところ。相手がまあどう出てくるか、相手大きく舵を切っていますね。これは衝突は回避できそう。また横からコンゴとかもこれ出てくるからな。ここはもう横すれ違いざまにお互いでもう殴り合いですか。さあ相手は今更舵切り返してきましたが、これが横取っているので、
はい、主砲監視部分破壊して、はい、とどめさせましたと。さあ、来撃来てるから、これ艦載機上げて、まあ、対空はね、割と高いのがネバダいいところなんですが、さあ、で、相手のネバダあれだけ撃ってきてましたが、ちょっと島裏から出てきてるところがケアできていないか。で、魚雷来てますが、これは監視で消せますね。オッケーオッケー、不発距離でした。新艦が作動する距離なかった。で、ネバダ当然横を取っているので、まあ、ここで相手ネバダ狙ってこないか、これはラッキーで、リロード完了してますから撃ちましょう。で、ここでまた一気に切り込んで、ネバダは、はい、撃沈。オッケーオッケーオッケー。いやー、でも依然としてちょっと劣勢ではあるのか。で、横から雷撃機が来てますが、これ島にタクティカルビーチングして魚雷を回避すると、全ては私の手の内の上でこの島に軽く引っ掛けることで減速して急速回避、まあ、こんなね技はもう私ぐらいしか使えないというか、でも混合が出てきてますね。まあ、横から完全に殴り合いの形になっていくが、まあさすがに、うん、いい感じで防御している。混合もでもね、硬い部類の戦艦では実はあるので、なかなか抜きづらいんですよね。まあ、防角は抜けない。防角抜けないで、味方空母からの援護、これはありがたい、非常に。本郷はこれ同格隊の中では本当に強力な戦艦ですから、かなりね、あの相手するのは難しい。再建の石もこれ使えるような状況ではないので、まあ修理班使ってなんとか回復していく。で、相手本郷は艦を縦にして一度離脱していく形になるので、ここはカイザーですか、次の狙い目は。で、相手爆撃機が、いやー爆撃してきてますが、榴弾爆撃か、そんなに効いてはいないですね。で、これカイザー出てきた、出てきたところで撃ちましょう。あー、これあれか、前の手法リロードしてると思ってた。これやったな、これ島で手法の砲弾は消えた。ドイツ戦艦なので、まあ、胴当てで、あー、オッケーオッケー、砲掌ナイス砲掌。うまくカイザーは削り切って今後ですね。いやー、これきついなー。でも試合的にこれかなり厳しい勝負にはなっているのか。まあ、今後はちょっと防御性が甘いので、これは削れてしまいますね。完全に優位で、艦載機は向こうの方に帰ってくるので、奥に空母がいますね。うん、ちょっと今後は防御性が甘いので、打ち合いとしてはこちらの方が有利か、完全に。ただリロードが遅いのでちょっと微妙ですが、かなり接近戦ですが、ちょっと後ろの手法も使って次あたりで仕留めたいな。もう一発食らうとこっちも結構厳しい。めっちゃ応急修理班が来るので、もちろん回復は決めながらにはなるんですが、いやー、仕留めきれないか、仕留めきれないな、くっそ厳しい。硬い混合、抜けない混合は。いやー、手法止められてしまいましたが、まあ、ここは衝突回避で艦首向けた状態で、艦首の手法だけで混合には対処していきます。うん、火災は速攻で直させてもらって、で、バケ来てるからここは艦載機上げさせてもらいます。艦載機によるこれ防空が割と優秀なのか。はい、混合撃破。さあ、これ拠点の占領大丈夫か、これ味方もう間に合わないと。カールスルーエが占領しているが、これは大丈夫なのか。艦載機に対しては戦闘機も上げながらなんとか防御して、いやー、クラクラ、怖い怖い怖い、これやばいな、マジで。戦闘機がちょっとちゃんと反応してんのか、これ。頼むぞ、マジで役に立ってんのか、こいつ。クラクラ飛んでて、いやー、まあ占領もこれ空母いるに妨害されて厳しいし、もうこれ一応拠点防衛が大丈夫なのか、これもう。頼むぞ、これマジで。これだけは防衛してくれ。ちょっと時間的にもう多分占領が単独ではちょっと妨害されてできないので、もう拠点方面にちょっと離脱していく形で、これ空母にやられるんで、これこのままだと味方方面に避難してった方がいいかもしれない。これ雷撃来てる、やばい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 。いやー、これは結構やばいよ。今後半戦で対空火力も得てきてるから、まあ敵のカールスルーレが
占領断念して出てったので、まあ、一応大丈夫な状況ではあるんですが、これ誰か撃沈されるとまずいな。で、雷撃隊が接近しているが、これ艦載機はスルーして、というかもう艦載機は定時なので上がります。これ一番有効なのはもうお尻向けた回避なので、これはこっちに向けて回避していきますが、魚雷とかこれは食らう。いやー厳しい、回復もないのに。これはちょっと、これ再建の意思で味方に回復させてもらわないと、これ空母にやられるぞマジで。空母より圧倒的に速力が遅いのが、わあもう一つ来た、反復来た、反復攻撃でこれはもうやられる。あと1万だから、3000ダメージだから、まああと1発2発は耐える。あーナイス撃墜。相手短期で突っ込んできてますが、これ島を越えてフライパス、これは痛恨。落とせ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 、オッケー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 、だいぶ落としたぞ。予備機ないんじゃないか、これは。結構対空火力高いな、これ。割と救われる。こうカールスルーで仕留めてくれれば勝ち確なんだが。カールスルーで仕留めてくれれば勝ち確なんだけど、これ逆にこれ味方がやられると、カールスルーではもう HP 少ないよ。まあ味方も撃たれてるけど、これカールスルーではやってくれれば本当に、俺が仮に沈められてもそれなら大丈夫。現状だと俺が沈められると負ける。頼むよ。ちょっとね、味方のもうこれはもう最終的に頑張ってもらうしかない。味方旋回なんとか接近したいところではあるけど、でこれもう空母がなんか多分この辺にいるんだよな、近くに。ダメだ、もう味方旋回に近づけて、いやーやばいなこれ。もう1分しかないから、これ回避優先で、回避軌道優先で行くしかないで。あー来てる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 、うわー、たっぷり残ってんね、爆撃機が。いやー仕留められない。ケーニヒやばい、ケーニヒ沈むぞこれ。これケーニヒに対空支援してあげないとこれやばいぞマジで。大丈夫か、頼むぞマジで。いやー撃ってるけど、わーカールスルーへ激ローだから、これやってくれれば、やってくれればだけど、ケイニーも爆撃されてる。うわこれはマジでやばいよ、ここまで来て負けたらない。頼む頼む頼むマジで。空母いないか、やっぱこの辺には。ちょ、空母はワンチャンこの海峡にいるのかなと思って来たけど、あーナイスショット、素晴らしい狩りができたわマジで激しい戦いだって。これ対空支援をね仕上げたいんだけど、さあ帰りがけの敵の艦載機を射撃しておきます。速力は遅いからね、もうほんと陣地転換は難しい。おっと、20機撃墜したのでクリアスカイを手に入れましたね。晴天、20機撃墜するともらえる報酬ではあるんですが、めちゃくちゃ報酬、報酬2列目入ったわこれ。あ、しかもドレッドノート来た。やぶねえ、ナイスすぎる、助かった。危なかったですね。というわけで、まあ、ネバダ。ネバダこれ非常に強力な戦艦ですね。まあ、18万ダメージで。まあ、ちょっとね、やっぱまだテーティアなんで、まあ、敵の立ち回りもちょっと甘い部分が多かったかなっていうのは、まあ、あるんですけれども。これ見切れてね。報酬。報酬これ見切れてるな。ドレッドノートとかこれ載ってないもんな、これ。完全に見切れてる。そうだね。見切れてるな、これ。はい。まあ、というわけで、まあ、ネバダこれニューヨークより非常にね、使いやすい優秀な戦艦かと思いますので、まあ、ぜひね、まあ、開発、簡単にできますからね。まあ、使ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。それではね、ネバダ18260ダメージ。撃墜20機で晴天も取って、大口径凶暴者クラーケン接近性エキスパート最初の獲物破壊的一撃にで、クラーケンドレッドノートというね、まあ十分な戦果が出せました。はい、それではご視聴ありがとうございました。